旅前の身辺整理枠です。雑談しながらやりましょう。雑談しながら身辺整理。おい、ジャグさんもいつもありがとう。大好きだよ、ワード2。朝方ドレさんが驚異的な伸びをしてるからね。ドレ深夜食堂さんはね、大ブレイク中ですよ。まだまだ行くだろうね。まだまだ伸びるだろうね、ドレさんは。爆裂中っすよ。スロットやカズさん、聞かないでください。よいこ、おー、よいこさん、どうもどうも。ありがとうございました、今日は。楽しかったです。身辺整理枠ですね。トータル11万負けだよ。嫌になっちゃう。11万だよ。しょんべんちびるよ。俺月収15万なんだけど月収15万のやつが11万負けたんだぜ。うん、いたたたたただよ。もう二度とやんねえ。スロット向いてねえわ。俺にはスロットとかギャンブルの才能は皆無だね。絶望だよ、絶望。番長3やらないよ。じゃあ支援してよ。番長3打つんだったら5万円分支援入ったら行くよ。5万円支援入ったら行くよ。無理でしょ、5万支援。みんなもリスクは取りたくないでしょ。俺も同じだから、リスク取りたくないから、リスクは避けたい。おはよう、よいこさん。え、お風呂入ってる。行ってらっしゃい。お風呂行ってら。リスクは取れないっすよ。あれ、これ5月 ?5月。あれ、4月はなんでないんだ、領収書。2月、最近のだ。違うと、5月。あれ、4月って何やってたっけ。あ、こっちか。4月はこっちだ。ヨタモノさん、お、アムチンだ。あ、寝るんじゃねえのかよ、お前。パトロールかよ。寝るっつったな、お前。また来るわ。27年2月。今何年？2027年。ん？いくつだ？2027年。2027年って いつだ？2027年って今何年？今何年？今2027年じゃねえよ。平成27年っていつだ？この年号問題どうにかしてもらいたいよね。昭和に、なんだこれ。ちょっとわかんねえな。27年。27年っていつだ？これは平成29年。ああ、なるほど。今29年か。なるほど。今は平成、ああ、2年前か。なるほど。
了解です。ありがとうよたもんさん。リュックスティックもらうと小学生かよ。全然羨ましくねえな。買えよ自分で。何なんだよそれ。どういう旅配信すんの？ねえ、リスナーさん1万人リアとするまで帰れまてんっていう企画だね。で、日本全部都道府県回るっていう、そういうルールでやる。1万人リアと、前代未聞なことがやりたくて、なんか大手配信者確定の、もうビッグボーナス的な配信やりたくて、アムチンもリア度尽きてよ、配信者もリスナーも関係なく1カウントだから、絡もうよ。ぜひぜひよろしく。応援しに来て、ステッカー販売もするから。もうさすがにもう3年近くやってる。アムチンっていつから配信やってんの？ふわっちからじゃないよね、まさか。ふわっちからでここまで大手ね、バーンって伸びてたら相当才能あるよね。センスいいわ。大阪行く行く。いつからやってんの配信？急に現れて急に伸びたよね。今のキャラクター苦しいだろう、やってて。早くキャラ変しな。多分ね、そろそろやって、キャラモノの辛いところってやってて苦しくなってくんだよ。俺このキャラに飲まれるの嫌だっていうかね、なんかね、自我が崩壊してくんだよ。キャラクターものはみんなそうなんだよ。ニコ生4年前だけど、あ、じゃあほぼ俺と同期じゃないの。あー、再会フラッチね。じゃあ俺とそんな変わんねえじゃん。旅打ちはしないかな。スロットはもう支援がないときつい、正直。これで何々打ってくれみたいな感じで支援ありきで考えてる。結構厳しいよね。資金が尽きるよ、自分の金だと。まあニコ生でキャリア積んでそうなね、配信スタイルだからね。風船ありがとう、ありがとうございます。風船サンキュー。風船ありがとう、助かります。まあセンスあると思うよ。若い子に受けそうだから、キャスとかだったらね、キャスの伸び盛りの時にやってたらキャスで大手になれたのもったいないよね。リスナー全くいないから真剣ふわっちだけ。おー、あ、そうなんだ。いや、センスあると思うよ。センスあると思うよ。俺とはスタイルが全然違うからね、正直。客層もかぶってねえし。ニコ生見てないリスナーばっかりだから、ニコ生でやったことすればふわっちで伸びると思うけどな。いや、要は焼き回しってやつでしょ。焼き回しはね、どうなんだろうね。2番線時間が出るからね。5月、これ5月、4月。6月。金杯感じた？なんで？誰に移されたの？何それ、金杯さん感じたの？
やば。4月8日4月4日糖尿から来る。マジでセルフで性病になったの。セルフ性病かよ。すげえな。自らが病原体となったの。聞いたことね。うん、すげえ面白いな。笑えるよ。すげえな。結構あるんだ。いや、糖尿病になったことないからわかんないね。完全に一言で申し訳ないけど、病気はね、なってみないとその辛さわかんねえがんな。いやー、さすがにね、今そのね、顔色良くなってるし健康的になってるからもうやめた方がいいよ。あれはもう自殺行為だよ。本当に自殺行為。絶対やめた方がいいよ。お酒は絶対やめた方がいいよ。持たないよ体が。やめるべき。絶対やめるべきだよ。なんかさ、このさ、レシートの劣化やめてほしいんだけど、レシートの劣化がすごい。やっぱ手書きに限るな、領収書は。領収書手書きでもらうようにしよう。全然ダメ。うわ、一日発泡酒 1.5 1本でも多い。やっぱ寝酒ぐらいじゃん。本当に小瓶一口とかが一番体にいいと思うけど、まあね、売れるように作ってるわけだから、業者もアル中を作りたいわけじゃん。正直アル中作れば作るほど儲かるっていうね、ビジネスモデルなんだから。だからあのね、ケースワーカーの話で、生活保護のケースワーカーが言ってるんだけど、ストロングゼロが家に転がってる家は絶対アル中なんだって。だからストロングまあ予算を思い浮かべんだけど、俺はもう 100% ストロングがあるんだって。あれを飲み始めたら、だからアル中だと思った方がいい。だって普通の人あんなの飲めないもん。冷静に考えたらさ、やっぱりおかしいんだよ、ストロング缶をガバガバ飲む人って。自分では気づいてないかもしれないけど、
レシートすぐ薄くなるよね。お、糖尿はこん、あ、感情ない。そうなの？マジか、一回なったらアウトなんだ。それ知らんかった。もう家系で俺の周りに糖尿の人はいないかな。家系の問題なのかな。糖尿病の家族はいないですね。ストロング飲んでたけどキングにハマった。キングに。ダンレイにやられたんだ。ダンレイ。ダンレイかわいいよね。儲かった人儲かってない日レシート見ると分かるな。仕入れが多い。風船ありがとう。そりゃそうでしょ。安くて強い酒飲みたいっていうのはさ、まあアル中の発想でしょ。なるべく強い酒飲みたがるんだから、アル中の人は。普通の人だったら体に合う美味しいお酒飲みたいと思うでしょ。強ければいいっていう発想がもうあれなんだよ、アル中の発想なんだよ。絶対そうだと思うよ。スバルさんありがとうね。風船アルコールに依存する理由って何？飲んでて気持ちよくもならんが。いや、あれでしょ、依存症はやっぱ体が禁断症状出るんでしょ。発泡酒喉越しつまみ、いや、まあそのレベルだったら全然あれだけど、要はもう飲んでないと手が震えるとかイライラするとか、要は飲んでないとそのダメな状態なんでしょ。完全に自分を保てなくなっちゃってるのは禁断症状だから。飲んでる状態が普通までなったらもうアル中だよ。おー、サボちゃんいらっしゃい。お片付けっていうかね、あのレシート整理っすね、書類整理。サボちゃん久しぶりじゃない、元気してた？全然見かけなかったから心配したよ。いらっしゃい。忙しかったのかな。パフェありがとう。パフェありがとうございます。お片付けもしないといけないね。お片付けも書類整理っすね。今日は配信やりながらなんかできることやりたいなと思って。金梅ってシラフとおさ全然違うよ。金梅さんほど違う人いないでしょ。有名な話だけど、
金梅さんってめちゃめちゃコム症でめちゃめちゃシャイなんだよ、本当に。ずーっと、もう全然だよ。あの、カメラが回ってないととにかく喋らないっていうか、てかお酒だね、金梅さんは。お酒お酒。超コミュ障だよ。もう典型的なコミュ障。びっくりするよ、だから。会ってみると。でも人当たりはめちゃめちゃいいけどね。ずーっとニコニコしてて。頑張れよ。おい、そうかい。ああ、って言ってる。俺が一生懸命喋りかける感じ。金梅さんいや。そうかい。まず金梅さんから誰かに話しかけてるところほとんど見たことないね。いろんな場面で。何回か絡ませていただいてるけど。飲み会とかでもずーっと黙ってるもん。金梅さん有名だよ。うん。いや、マジだよ、マジだよ。あの、作ってるとかじゃなくて、本当に喋らないよ。もう配信者の中では有名。礼儀正しいどころじゃない。めちゃめちゃ優しくて。例えば、パフェありがとうね、サボさん。あの、どれくらい優しいかっていうと、その、リアルライフさんの企画で、あの、芸能人とつまちっていう企画で司会をやらせていただいたことがあるんだけど、枠を開くときに、深夜町の枠が開くときみんな集まってって言って、俺端っこにちょこんって言ったら、おい、深夜町、ダメだよ、ワードくん真ん中にしてやれよ、つって、要は俺が過疎なわけじゃん。で、要は目立たせてやれよって、それが大手の仕事だろっていうのを間接的に、その深夜町に、やっちょ、ワードくん立ててやれよ、ってずっと、そういう、その、それってね、多分配信者にしかわからないんだけど、その、本当の大手ってそういう感じなんだよ。その配信の苦しさとか目立ちたいっていうの分かってるから。だから俺はその時すげえと思ったよ、金梅さん。その、その売名させてやれよとは言わないけど、その過疎配信者の気持ちを忘れてないっていうか、あんだけ大手になってそういうことができるっていうのはかっこいいと思ったし。それはね、鮫島さんも同じことやってた。要は、テルチャンピンと鮫島とワドっていう、その海配信の時に、おい、ワドバカって。俺映しても意味ねえんだよ。チャンピン映してやれよ。だからダメなんだよ、お前って言われた。これは、本当に、すごいね、あの、キャリアのある人じゃないとできないことなんだよ。キャリアと優しさと、配信愛がないとできないんだよ。若手を育てなきゃっていう意識があるの。その、鮫島さんにも、金梅さんにも。だから、その、好かれるんだよ。だから本物なの。要は、俺が俺がっていうステージにいないのも、俺が目立とうとかじゃなくて、その、頑張ってるやつを伸ばさないとっていう、その、愛があるんだよ。礼儀正しいっていうかね、もう超人当たりがいい感じ。とても気違い配信者とは思えないよ。闇将軍には正体を。あれは配信者じゃないから。うん。あの、要は才能のない、ね、リスナーだか配信者だか分かんないやつには正体用だよ。あれ、配信者なのかな、うん、プロリスナーでしょ、うん、プロリスナーっていうか犯罪者でしょ、うん、牛丼かぶって、全焼とね、あれ犯罪者だから。ただの。ちょっと面白いな、使用対応。笑うわ。金梅さん正解だよ。いや、俺も闇将軍に相当さ、カッソカソの頃からさ、すげえラーメンおごったりとか、東京案内したりとか、いろいろやったのに、すげえ裏切られたからね。あれはダメだよ、ほんと。人としてダメ。川崎洋平も言ってたけど、闇将軍は人としてダメ。配信者云々の問題じゃない。あれは人格がダメだわ。闇将軍は配信者だよ。犯罪者だよ。パフェありがとう。ダメですよ。あのね、なんだろう。その、いろいろあるんだよ。その、
そのね、下手なんだよ、闇将軍は。要は、にわかだから、煽るところと、本当に煽らなきゃいけないところと、煽っちゃいけないところってあるんだけど、ずっと煽ってるんだよ、バカだから。だからね、普通に嫌われてってる感じ。お、よいこさんいらっしゃい。あれはダメだ。なんか配信特有のここは煽ってほしいみたいなのあるんだよね。みんなで煽ろうぜっていうその悪ノリみたいなのがあるんだけど、叩こうとか煽ろうって。それを読めないんだよね。ずっとディスってればいいと思ってるから。バカだよね。空気が読めないよ、全力。まあ俺も若い時読めなかったけどな。だされるとわかる。やっちゃダメなこととやっていいことは。配信上でも。でも相当可愛がってもらったよ。俺もみどりさんにもえみさんにも。先輩配信者のでっかい背中見せてもらってたから、やっぱそこはね、若手に返していきたいよね。そう、昔から配信やってる身としては。闇将軍は震えて逮捕待ってるんだ。で、政治のことを考えて、田中角栄の時代は、つって、旧自民党は、とか、なんか、竹下登るは、とか、日本のことを憂いてるから、政治家になった方がいい。地方議員やった方がいい。あんなに政治のことを理解してる配信者いないからね。でも俺悲しいと思うよ。なんか野田とかさ、別に頭悪くないじゃん。本当は政治のこと語る配信者になりたいんだろうけどさ、配信会がそれを誰も望んでないっていう悲しい現実があるんだ。違いを求めちゃうっていうさ。野田のやりたいことはね、野田通りできてないよね、全然。エミと共演できたのに、俺は実は、配信者として変われたっていう一番のターニングポイント、きっかけ与えてくれたのはエミさんなんですよ。もう衝撃、電撃を発したんだよね。エミさんは、すごい。俺、配信者として、その考え方が、この人が一番正しいこと言ってると思ったのは、エミさんの配信論が一番しっくりきた。エミさんだけなんだよ。カッソカソの頃から、あんたは大手になれるって言ってくれたの。私が保証するって太鼓判を押してくれたの。で、その理由が面白かったんだけど、あんたは配信好きだから、面白いやつが大手になるんじゃないよって。かっこいいやつ、かわいいやつが配信者になる、売れるんじゃないんだよ、ワド。喧嘩凸でもなければ、踊りがうまいとか、歌がうまいとかでもないんだよって。今いる大手を全員見てごらんって。横山みどりって一番喋り下手だったんだよって。今でも喋り下手でしょって。でもなんでリスナーさんが認めてくれたと思うって。配信が好きだからだよって。配信が好きで好きでしょうがないから、誰よりも配信やってるし、配信には裏切らないでずっと続けてるでしょ。だからあなたは配信ずっとやる人だから、あんたは大手にいつかなれるよって。ただリスナーさんに嘘だけはやめなって言われたの。もし何か一つでもリスナーさんに嘘をついてたら、それはバカじゃないから見抜かれるよって言われて。で、もしそれをあなたが克服したら、あんたは大手にいつかなれるよって言われたの。で、俺はその晩、漫画喫茶で生活保護をカミングアウトしたの。今の俺があるのはエミさんのおかげなんだよ。エミさんが気づかせてくれたんだよ。リスナーに嘘は良くないっていう。他に何やってもいいから、リスナーだけは裏切っちゃいけない。自分のリスナーね。
それをして初めてリスナーは全部受け入れてくれるからって、まあ、実はそのね、あの支援してくれてたリスナーさんがつないでねいただいたんだけど、その人にもいつか恩返ししないとなと思ってる、うん、まあ今見てるか分かんないけどね、ずっと応援してくれてた人だから、また絡みたいな、コメントしてもらいたいな。思い入れあるリスナーさんっているんだよ、配信者にも。リスナーさんにも思い入れある配信者がいるように、配信者にも思い入れがあるリスナーさんがいるんだよ。この人には悪いことしたなと思う人もいるし、こいつだけは絶対許せねえってやつもいるしさ、両方ともいる。まあ俺の第二のターニングポイントはやっぱりふわっちに来たっていうところだね。ノンタンとの出会いとふわっ、要はね、ノンタンとの出会いがふわっちの流れなんだけど、ノンタンとの出会いはね、本当に運命的に俺の人生を変えたね。実はね、俺のね、なんつうの、幸運の女神様なんだよ、ノンちゃんは。ノンタンは和道さんの実力だよって言ってくれるけど、違う。ノンタンはね、幸運の女神様だから。私はこの世界のリスナーになったのは8年前、福岡から家でした。そうなんだ。へえ。あ、じゃあエミさん思い入れある配信者なんだね、はあ、へえ。俺エミさんの顔好きだったんだけどね、昔の整形前の可愛かったのに、何がコンプレックスか分かんないよな。普通に美人じゃんね、整形しちゃったもんね。びっくりしたよね、いきなり石川紀之の枠に出たら顔が全然違うんだもん、誰っていう、うん、みんながチンパンチンパンって言うからだよ、かわいそうでしょ女の子に対して、みんながチンパンチンパンって言ってチンパンジーだって言うから、本当にね、良くないよ、女性を叩くっていうのは。気にしてたんだ、やっぱり。顔の悪口はダメよ。すぐ顔いじるからな。あ、顔いじるっていうのは整形するって意味じゃなくて、その顔を、その、なんつうの、ハゲとか、デブとか。こういうのは良くないよ。あ、でも俺もなんだろう、いろんな配信者にさ影響をもらったから、影響を与える側にならないとね、本当に。そのもうそろそろ新人じゃねえんだからさ、もうそこそこキャリアも積んできたわけだから、新しい人にさ、なんかこうね、この歴史をバトンタッチしていかないといけないんだよね。
ういう風にやった方がいい、ああいう風にやった方がいいっていうさ。実はね、俺夢があるんですよ。エミの最高のパフォーマンスは壁壊しじゃなくて放送中に漫画を見せてくれたりとか。くだらねえな。でもすごいと思うよ俺、エミさんマジで作家として大成したかんね。俺ねマジでエミさんはそのすごくて、あこの人本物の持ってる人なんだっていうのを証明したのが、まずアメブロ1位になって月収ね、その旦那さんと喧嘩したんだよ。そのあなたは小じきに収まる人じゃないから、ちゃんとした自分の仕事を持ってほしいって旦那さんに言われ続けてて、で小じき論で戦ってたのずっと。いや小じきに誇りを持ってると、簡単に言うと要は配信者なんだからって言ってたんだけど、もう配信者で収まってほしくないって旦那さんの強い意志でエミさん決断したんだよ。でその時にブロガーとしてまず大成して、そのアメブロ1位のブロガーになるんだよ。それだけでもすごいのに、そっからどうなるかっていうと、あのね今ご存知の通り10万部売れる漫画家になったわけですよ。そんな人生ってあるって。普通配信にすがるじゃん。違うんだよ、配信を超えて文化人になっちゃったんだよ。俺それはすげえなと思って、自分一回の人生であるかないかのチャンスを何回も掴むんだよ。すごいよね、本物だよね。すごくない？俺すごいと思うよ。本物のアーティストだよ。俺はかっこいいと思ったけどな。そういう人と、そういう人から配信論を教われたっていうのはすごい。あとね、力也さんもそうだけど、みどりさんの伝説知ってる？みどりさんが配信外で激怒した話なんだけど、それ結構配信者の間で語り継がれてる伝説なんだけど、そういう話は面白いのかな、裏話的なの。みどりさんが配信外でブチ切れた話聞きたい。俺未だにそれはプロだなと思ってるよ。そのなんかすごい考え方をするなっていうか、結構配信界の逸話としては有名なんだけど、配信者の中で語り継がれてる逸話ね。やっぱレジェンドになる人は思想が違うんだなって思わされるよ。おはよう、ドローンさん。橋本くんがスナック来てくれた時水かけた放送、あれで和道さん嫌いになった。あのねもうさ今更だけど何回も言うけど、あれは橋本くんが絶対悪いよ。あの水を差すようで申し訳ないんだけど、もうこれ話すの久々なんだけど、あのねそれを言う人ってシャープさんね、絶対に橋本くんの放送だけしか見てないのよ。あれね俺の放送から見てた人は橋本くんが全員悪いって言ってんの。まずもうそこツッコミどころいっぱいあるんだけど、橋本くんからの放送を見て、要は俺の放送前段階でどういうことが起きてたかを知らない人が必ず言うんだけど、聞く？それ俺の言い訳いくつもあるんだけど、あれはどう考えても俺は橋本くんが未だに悪いと本気で思ってる。なぜ悪いのかいっぱいあるから。あのうちのリスナーは知ってるのよ、その橋本事件のことを。いやあれ橋本がどうしようもねえだろうって言ってんの。あれはねあのいなんいもうい久々語るからあれだけど、全然語れるよ。多分ねその事実を知らないんだよ、橋本事件何があったのか。うん、
レジェンドはバカゾン踏んでるから腰が座ってる。全然違う。おはようてるさん。橋本くん事件と緑さんの逸話両方とも語れるけど、どっちが聞きたい？緑さんの逸話の方は緑で、橋本くんの裏話は橋本くんで。どっちから話す？どっちが聞きたい？あれは本当俺は損したよ。マジで。まああれで有名になったのもあるけど、あれはもう嫌だったね、本当に。橋本最低。橋本はもう嫌いだね。でしょ？あれね、裏で何があったのか全然理解してないから、俺が橋本くんをいじめたり嫌がらせしたみたいな放送になってるんだよ。あれ、事の真相全然違うからね。だから俺のリスナーからは叩かれなかったもん。あれはね、橋本くんが要は配信者としての実力がね、まだ大手の器じゃなかったんだよ。あれね、まず一つ言うと、まず1個目ね、橋本くんに俺水なんてかけてないの。みんな知らないかもしれないけど、動画1回でも見てみ、橋本くんにまず水かけたのコッペなんだよ、まず第一として。で、なんでそれでも俺はコッペを擁護するかっていうと、俺とコッペがチクラン1位だったので、過疎同士すごい頑張ってるわけじゃん。チクラン1位取るの難しいの分かるじゃん。で、その時に橋本くんがリア凸したいっていうコメントを打ったのよ。要はもう完全に売名に来てるのね。まず格好悪いじゃん。その時の橋本くんの後日の言い訳が、なんかその、俺も緑さんみたいにその若手を伸ばさないととか言ってたんだけど、明らかにその夕方まで俺とコッペが立覧1位2位取ってる時にコメントで、今から行ってもいいって言ってるのよ。で、俺らはいいっすよっつってウェルカムだったの。その時の放送の録画も残ってたんだけど、当時はそのうおー橋本くんだ、すげえ大手だっつって2人で喜ん で、実際橋本くんが何をしたかっていうと、来た時にずーっと5分間ぐらいコッペと俺に対して無言を貫いたのよ。うざそうな顔をして、で、なんかあたかも俺らが絡みたがってるから来たみたいな感じにしてるので、その後何をしたかっていうと、歌舞伎町を練り歩いて1時間コッペを罵倒し続けたのよ。ずーっとディスり続けたの。クソとか馬面とか面白くねえとか、もう大手として絶対ないじゃん。でも俺らはイライラしてたんだけど、どっかで盛り上げないと盛り上げないとっていう風に思ってたので、俺がそのバーで配信しませんかつって、近くに飲み屋があるんで行きましょうって言って行って、そのコッペがちょっと悪ノリで酒をかけようとしたから、やっちゃえやっちゃえって言ったの。もう見せ場がなかったから、もうトークが壊滅的に面白くなくて盛り下がってたんだよ、リスナー的には。で、1回目かけたのは俺はやっちゃえやっちゃえっていうのは言ったの、実際盛り上がると思ったから。で、一回かけたら、橋本くんも、ちょっと、やりやがったみたいな感じで笑ってくれてたんだよ。要は、もうやっちゃえやっちゃえって、かけようとしたから、いけいけってやったの。ジェスチャーで。で、その後が悪夢の始まりで、最初は許してくれてたんだけど、コッペは何をしたかっていうと、それコッペ、KY だなって思うんだけど、酒を、トータル17回かけたんだよ。17回だっけな ?11 回だっけな、ちょっと覚えてないんだけど、10回以上かけ続けたんだよ。そう。で、なんでか知らないんだけど、俺が橋本くんに酒をかけたことになってんの。そう。めちゃめちゃだよね、本当に。だからその、コッペのネームバリューがなくて、俺がかけた方が多分面白いっていう判断をされたんだろうね。ていうか、みどりさんがね、その日の放送で和道が酒かけたみたいなこと言って、それで広まったんだよ。それが真相ですよ、本当の。で、その時にみんなが 俺のことを叩いたんだけど、擁護してくれたのはその金梅さんだけだったの。擁護してくれたのは金梅さんだけだったの、うん、そう。要は橋本くんが悪いと。あんなそのね、中堅でも過疎の2人が頑張ってたのに、その酒をかけられてね、なんか警察行ってとか言うのはないと。
あの振りを聞かせろって言ってくれたの。要はコッペと和道は体張って大手の橋本くんなのにビビってるけど見せ場を作ったんだと。で配信者としてそんな美味しいのになんだあの対応はって。要はね、あの金梅さんだけが正しいことを言ってて俺らの気持ちを考えてくれてて、みんなはその一般人のノリで叩いてたの。要は橋本くんがかわいそうだ、いじめられたみたいな風潮を作ってるんだけど、橋本くんが一番年齢上だしキャリアも上だし大手なんだよ。で俺らは配信を盛り上げようとしてやってるのに一番盛り下げることをしたのは橋本くんなんだよ。でその酒をかけられてね、俺もう帰るわって言ったらこの二人が潰れるのわかるじゃん。そうだからその配信者としての目線で金梅さんはフォローしてくれて、なんで和道とそのコッペに先に酒をかけさせるんだみたいな、うん、おかしいだろみたいな、あいつら二人が頑張ってただけじゃねえかって言ってくれて、俺その時に金梅さんにすげえ救われたよ、うん、金梅さんだけが俺らの意図を組んでくれてて、だってさもうトークしてもさ話しかけても何も答えてくれない、死活される、ずっとディスられてる、じゃあ何しに来たんだってなるじゃん。俺らどうしていいんだっつったらさ、その橋本くんが切り盛りしないと絶対ダメな場面だと思うのよ。あれはね、だからね、俺は未だにあの俺が同じ酒かけられたんだけど、あの後別に何のトラブルにもなってないよ。どうだろうね、橋本、なんだろうね、一番最初に炎上した事件だからね、俺が。でその後に炎上した野田総理うさぎ肉泥棒事件っていうのがあるんだけど、あれは俺が完全に悪いあれは俺が完全に悪い、あれは俺の悪ノリ。そこに関しては別にその野田が悪いとかそういうのはない、俺が完全に悪ノリして野田総理がブチ切れたっていう橋本くん事件と違う、悪いところは悪いって認めんのよ、うん、悪いところは悪いって認めるから。あのね、野田総理うさぎ肉事件は俺が完全に悪い。あ、そんなところかな、そう、ひらがなで橋本くん。でもね、あれだよ、もううまく編集されてるから避けかけてるところしかないよ、その前後の系列ってないのよ、事件だけが取り上げられるから。そう、大手の影響力でねじ曲がったままその悪者にされたっていう例。しかもなぜかコッペだとネームバリューないから面白くないからっていうことで俺一人悪いことになる。あの時はちょっと辛かったよ、俺じゃねえのになって思いながら。でもまあそれは美味しいってことだから、本来はコッペが美味しくなるはずなのにコッペあんだけ体張ったのにね、持ってかれたかんね俺に。そうなんだよ、配信ってさ24時間全部を追っかけられることってできないから、閲覧が上がってる時の事件性の高いところだけしか見れないじゃん。事件性の高い時だけを見るから、その時の印象で全部決まっちゃうので、配信者も解説する時その場面だけを見て解説するから、なかなかね本当のことが伝わらないんだよ。だから金梅さんだけだよ、あの時フォローしてくれたの。お前らバカかよっつって、和道くんが正解だわ、コッペが正解だわ、橋本はなんだあのざまとか言って、酒かけられて警察行くとか配信者かよとか言って、あの一言なかったら俺もうずっと叩かれ続けて、俺が酒かけたことになってるからね、まあでもそれが配信だからね、それが配信だから。まあでもさ、嫌いだったけどこうやって今は好きだよって言って見に来てくれるっていうのは嬉しいよ。いやいやいや、ねじ曲げるのが配信だから
ね、要はね、配信者ってすごいプロ配信者、これはね別に悪く言うわけじゃないんだけど、面白く伝えるかなんだよ、事実を。だから和道が避けかけた方が面白いっていう解釈をするの、わかる？その普通に話しても面白くないじゃん、今の俺の話で面白くなかったでしょ。だから大手っていうのはコメントを拾ってコメントを厚くするために脚色をするのね。それは俺ももちろんやるし、だからね、それが腕の見せ所みたいなもんだから、そこはね悪くないんだよ。芸人さんと一緒で、どうやったらこのトーク面白く伝わるかな、よし和道を悪者にしようっていう判断をしたんだよ。おはようバレンニアさん、ニコ生から長いんだけど大手にいまいちなれなかった要因を教えて。ね、俺がニコ生で大手になれなかった要因っていうのは、バンが多すぎるのとアンチが多すぎる。要はね、敵に回した数がね半端じゃないのよ、リスナーさんを。要は炎上芸で伸びた配信者だから、バンが半端なくて、俺びっくりするけど、ニコ生でのキャリアは2年半なのね、実は。2年半の間に5000人コミュを自力で、5000人コミュってその500人に1人の確率なんだけど、5000人フォロワーって言ったら難しいの分かるでしょ。それを俺6回やってるんだよ。だからよく言われてたのが、和道はそのバンにならなかったら、要はコミュニティを残し続けてたら大手になってたってよく言われる。だから通報数がね圧倒的に多すぎたんだよね。要は敵に回したアンチリスナーが多すぎた。それが俺の敗因。要はね、やり方が悪かったんだよ。そう、リスナーさんを敵に回しすぎてた。そうそうそう、伝書バトンみたいなもんよ、そういうこと。おはよう、トカゲのおっさん。うん。オッケーオッケー。全然いいよ。挨拶だけしてもらえるとすごい嬉しいから。おはようとか、ワドツーとか言って、まあ出るときも一言欲しいかな。落ちるわーとかさ。お疲れーとか。うん、来るときとね、出るときを教えてもらえると、あ、この人いるからこんなトーク受けるかなーとかね。トークの組み立てがしやすいから。挨拶してもらえるとすごい嬉しいよ。挨拶だけロムネーとか、うん、リスナーさんによってはその女性が多かったらなんか恋話したりとか、男性が多かったら配信論とか宗教の話とか、あとなんだろうね、そのね、見てる人によってトークが変わるんですよ。噛み合わなかったらさ、結局ブラウザバックされちゃうから。大体この人こんな話好きな、格闘技の話好きだなとか、どれさんのリスナーさんだなとか、判断ができるからさ、うん。ありがたいですね。金杯も番多かったけど、一日でせ、いや、違う違う、一回大手になると、要は番になったら、新しいコミュニティを開いて、すぐ戻ってくるっていう理論があるんだよ。そう。だから、金杯さんの場合っていうのは、もう、超大手だから、その、一気に上がってった母体が違うのよ。俺みたいな、その、中途半端なやつは中途半端に戻ってくるから、そこが圧倒的に違う。金梅さんはもう突き抜けてたから。体バキバキどうしたの？仕事頑張ってください。立田彦さん。金梅さんは本当にレジェンドだから。ニコ生当時の金梅さんは本当神ってたよ。あれはだって配信会に新しい風吹かせたし、ニューカマーで誰とも絡まないで自力であそこまで行ったからね。とんでもない逸材だったんだよ、金梅さんって。もうなんつうんだろう、配信会をひっくり返すぐらいの、実際ひっくり返したしね。
すごくかっこよかったよね、本当に。伝説だったよ。自分をいじめ抜くスタイルっていうか。芸能人でもファンがいるぐらいだからね。すごかったよな、当時の金梅さんは。誰も勝てねえよ。金梅無双だから、ね、だから今の若い子は金梅さんのその凄さを知らないからね。伝説中の伝説みたいな。いや、スロットはね、支援がないときついね、ちょっと。もう、自腹で10万はやりすぎたよ。だからその3万渡すから、ちょっとこの台検証してみてくんないとかだったらできるけど、さすがに自腹で負けるのはきついよ。大手っていうかね、超大手っていうかレジェンドって感じかね。レジェンド、俺の分類の仕方はそうだね。要は閲覧数と有名度とか伝説の配信とかが噛み合ってくるとレジェンドになるっていう。大手とレジェンドはちょっと違う。あとね、大手と有名配信者もまた違くて、俺は大手じゃないのね。今俺は有名配信者なので、実力的に言うと中堅なの。有名配信者で中堅。俺はだから今から大手になるために頑張ってるって感じ。だから、その中堅まで行かないと、その大手になるチャンスっていうのはないの分かってるから。だから、そのチャンスは、切符は掴んでるんだよ、大手になる。ただね、そこから先を乗り越えられてないんだよね。俺はだから今かなって思ってるけど、油が乗ってキャリアも積んで、もうそろそろいいだろうって感じ。一発当てるあるよ。ただね、一発当てるのは俺は邪道だと思ってるの。要はね、一発屋の配信者って全員消えてるんだよ。埋もれてるの。要はね、トーク力があったりとか、面白さの母体みたいなのがないと、一発当たってもそのまま消えちゃうんだよ。例えばノブっていう配信者はスターバックスに爆竹投げて超有名になったんだけど、そっから今名前も聞かないでしょ。ノブってスタバ事件とか、あとまあ闇将軍もそうだよね。要は来たリスナーを維持する力がないんだよ。とどめる力っていうか、また見たいとか、こいつ実は面白いじゃんみたいなのがないの。神回、その閲覧稼いで神回起こすのなんか誰でもできるんだよ。だけど本当の面白さってそこじゃないのね。面白いやつは勝手にリスナーさんがほっとかないし、どん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 人が来るでしょ。だからね、それで勘違いしたらダメなんだよ。3ヶ月、だから俺今一番今年消えそうな配信者ナンバーワン和道って言われてんだけど、俺実はすっげえ喜んでんの。俺うなにね、今なんて言われてるかっていうと、絶対消える配信者和道って言われてんのよ、ナンバーワン。これさ、どういうことかっていうと、なんで俺怒らないかっていうと、嬉しくてしょうがなくて、うなちゃんマンが今一番関心のある配信者俺って言ってるようなもんだから、要はなんつうんだろう、そのうなちゃんにとっては悪い意味でその印象に残ってるんだろうけど、俺からしたらあのうなにさ、相手にされてるわけだから、むしろ伸びしろがあるって判断してんのよ。だってさ、うなさ、絶対俺の放送見てるとか言わないじゃん。ワドの放送見てるよって絶対言わない人なんだよ。でも俺のことが消えそうな配信者ナンバーワンってことはロムってんだよ。わかる、この理屈。だから俺はそのチャンマンにそう言ってもらえたのは本当に嬉しいと思ってる。あ、チャンマン見てくれてんだみたいな。うん。千葉まで歩くの、いや、ちょっとよくわかんないですね。千葉まで歩くとかは何のことでしょう。まあ、チャンマンクラスに俺は名前出してもらうと喜んじゃうぐらいだな。昔なんてワドってな、何、どうやって読むのって言われてたもんね。ダッセー名前だなって言われてた。これはね、配信者で一番好きなのは、スタイルとして一番かっこいいと思ってるのはウナだから。そう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 、名前も出なかったんだもん、相手にもされなかったんだもん。
そう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 、だから言われるもん、今シャンマンに消えそうな配信者ナンバーワンに選ばれたけど感想をどうぞとかさ。そうだ、シャンマンぐらいの影響力になるとちょっと名前出すだけでもさ、緑さんとかシャンマンってもう影響力あって、そう名前出すとバッて広まるから、あそのシャンマンはさ、そのそういうつもりないかもしれないけど宣伝をしてくれてるわけよ。あとはその自分の実力だよね、そのリスナーさんで、あどんなやつなんだろう、ワドって、消えそうなんだから面白くねえんだろうなっつって、え面白いじゃんってなったら俺の勝ちじゃん。そこは勝負だよね、自分の中での。それをどういう風にそのチャンスを生かすか。だってこれでさ、俺が大手になったら飯馬なわけじゃん、シャンマンのアンチは。いやわお前ワド消えるっつってたけど大手になったぞっつったらさ、面白いじゃん。そういうなんか楽しさってあると思うよ、あれみたいな。え、その理由は何だったんだろうね、ワドが一番最初に消える配信者っていうのは何なんだろうね。なんでそんな発言をしたんだろう。消えると思ったんだろうね。でもシャンマンには可愛がってもらってるからな、頭上がんねえよな、ほんとなんだかんだ言って可愛がってもらってるからね。あの人いなかったら今の俺ねえよ、リスペクトしてるよ本当に。シャンマンがどういうかわかんないけど。初見さんいらっしゃい。一気にリスナー増えた暗黒放送で、いやーとね、一番リスナーが増えたのが、記録は1200人増えたのはヨッサンにリアドした時かな。もうやべえと思ったかな。1200人増えるのと思って、その時にそのヨッサンっていう配信者の実力を分かった、あこの人こんなにすごい人なんだ。みどりさんとかだと200人ぐらいかな。要はあのね、俺はね気づかなかったんだけど、暗黒とはね相性皆無なんだよ。暗黒リスナーは俺のこと絶対好きじゃないから、未だにそうだと思うんだけど、要はねタイプを測り間違えてたっていうか、そう絡みづらさナンバーワンなんだよ。暗黒受けしないもん、どう考えても。今考えたらだからね、大手に絡めばいいって問題じゃなくて、その配信に噛み合うかどうか。例えばさ、ロハコさんだと噛み合うじゃん、抜群に。だけど、みどりさんが俺のこといじって面白くなるわけがないじゃん。まあ、コンドームマンの時は、めちゃめちゃすごいと思ったけど、いじり倒されたから、あの時はみどりさんほんと噛みってるなと思って。あれはね、もう配信者のいじりってどういうことかを全部見せてもらったよね。まあまあまあ、師匠、まあ俺が勝手に呼んでるだけだけど、俺はちゃんまんのスタイル大好きだから、シャンマンをよく研究してるというか、まだまだ足元にも及ばないけど、面白いね、シャンマンは。大好きな配信者だね。こんなに面白い人世の中にいるのっていうぐらい面白いでしょ。はい、だからよく言われるのが、なんでこの世界入ったのとか、誰が好きなのって言われるとき、俺、うなちゃんマン目指してるってよく言うんだよ。その時にね、みんなバカにすんの、俺のこと。配信界ヒロシといえど、うなちゃんマンを目指してる配信者はお前だけだよってみんな言うんだよね。本当によく言われる。みんな笑うんだよ。
みんな金梅さん目指してるとか石川紀之目指してるって必ず言うの。クソ面白くもねえと思って、クソ面白くもねえ発想だなって、うん、口を揃えて石川紀之とか、うん、金梅さんって言って、これはちゃんまんが好きだね。ていうか一番そのかっこいい配信スタイルがちゃんまんだと思ってるっていうか、完成形だと思ってるから配信者の。だって神回何個あるよ、神回の数何個あるよ、ちゃんまん。こんな配信者いないよ、こんだけ長くやっててこんだけ神回ある人いないよ、うん、あ、違う違う、領収書の整理、確定申告のための領収書の整理です。もう領収書が膨大にあるからさ。おい、かぐらちゃんおはよう。レジェンドだよ。だからあれだな、俺の夢はちゃんまんによくここまで来たなって言われたいな。ワードをよくここまで来たなってちゃんまんに認めてもらったら俺は報われるかな、いつか。頑張ったなって、よくここまで来れたなって認めてもらいたいね。それが俺の夢。まあそんな日は来ないと思うけど、俺はそしたら泣くだろうね。ちゃんまんのことをずっと追っかけてきたから。どれくらいの期間で大手になった。いやもう知ってる頃にはレジェンドだったかな。俺が知った時にはもうなんか遥か上の存在だったから、グレイのひさしとかが伝突してたから、ね、グレイのひさしが伝突してる動画は未だに笑うもんね。どういうことっていう。逆でしょって。チケット送るんで見に来てくださいって、楽屋も招待しますんでって。いや俺みてえなもんかよ、言ったらよ、いやあの久々さんに迷惑かかるからよとか言って、いやいいんだよとか言って、すげえなこの会話、なんかおかしい。さんまにパソコン投げられたのは、あれは本当に投げられたの、投げられたんじゃなくて、てめえ何配信しろこの野郎っつってバーンってやられた。おめえがこの野郎バーンっつってすぐガチャって閉められた。もう開けて、てめえこの野郎バーンっつってもうガチャって閉められて籠城された。ドアクイックで閉められたからね。普通さパソコン投げたらすごい取っ組み合いじゃん、違うからね。半身で出てきてバーンやられて、わーわーわーつってすぐもう亀みたいだったよ、うん、亀みたいにひょって首が突っ込んだよ。それだからパソコンガシャガシャガシャなんだもん、投げられたっていうか払われたんだよ、手をこう持ってるとこにバーンって、うん、そう小づかれたっていうか払われたの、バーンって、うん、そうパソコン投げてやったよって言ってドヤ顔した後にコメントで器物破損って出た、あいつ自分でなんか転んでたなとか言って、5分後には言ってること違くてもうほんとすごかった、面白かったよね。うわーと思ったもん、僕の方にはなんかあいつ自分でパソコンなんか投げてたなとか言って、すげえと思ったよ、うん、これがうなちゃんマンの不可視かと思って、俺生で当事者で見て俺笑ったもん。でその後がすごいよね、そのゲルゲ絶対殴られてないじゃん、
絶対殴られてないリアクションだったあのゲルゲが次の日にいきなり私ぶん殴られたからワドっつって、この二人半端じゃねえなと思って、で1ヶ月後さゲルゲにさキャスでさ和骨って言ったら、あーワドさんいらっしゃい元気って言ってて、お前俺に殴られた設定どこ行ったんだよみたいな。笑ったわあれ、どんなリアクションするかね、試しにコメント打ってみようっつって和骨っつったら、わあ和道さん元気って言って、なんだこれっつって、みんなが、え殴られたんじゃなかったのっつってコメント欄が、いやーもう設定がめちゃくちゃだからな、ほんと。いや怒ったよ、怒ったけど、うん、囲いさんに怒られてやりすぎっつって、撤退しましょうっつってエスケープですって言って、すぐメール来て、ワドさんやりすぎですエスケープですって言って、タクシー乗りました僕はエスケープですまだ敵に回すには早すぎるっつって、でもね見せ場作りましたねとは言われたけど、支援者の人には、レジェンドとまあ変な絡みになっちゃったけど爪痕は残したからいいでしょうって、すげえ応援してくれてたから、やっぱ支援してくれてる人はさ大手にするまで面倒を見てくれるわけですよ、その自分のお気に入りの配信者の、自分が好きな配信者が過疎だったら嫌じゃない、なんかこう駆け上がってほしいな、女の子とかだと別かもしれないけど、その男の配信者で、ね、頑張ってる人は有名にしたいっていうのあるじゃん、どっかで、ない、こいつ面白いわ頑張れよってならない、サンマエンターテイナーだよ、生粋のエンターテイナー、でもまさかね配信者の命のパソコンをぶん投げるとは思わなかったよ、本当に支援って谷町的なんだな、いやもう本当にそうだよ、アイテムくれる人みんなそうだよ、だってさ和道のこと好きだよって言ってもその食ってけないんだもん、好きが集まっても、だからそのアイテムないと生活できないんだよ俺、100円でも200円でも俺の人生変わるんだよ、だから本当に好きならアイテムくれっていうのは正直なところだよ俺、本当に好きで、本当にこの番組好きで、毎日見てくれんなら、月1回でもいいから花火欲しいもん。少しでも欲しいもん。風船でも何でもいいよ、その所得に応じてさ。じゃないと俺配信できねえんだもん。配信者ってそういう存在よ。面白い配信者が他のサイトに逃げちゃうんだ、旅は10日旅は10日みんなの一番の暇つぶしが和道になりたいよね、みんなにとって安らぎでもあって、なんかこう帰れる場所が和道だったらいいなと思って、日本はねあれだね、千葉、茨城、福島って上がっていく感じかな、へし、ごめんすいません、で多分捨て頃で一回帰ってくるから北海道着くかどうか分かんない感じだね、
花火ありがとう、かぐらちゃん。ありがとう。ありがとう。やっぱさ、そう、ゼニ言いたくないけど、ゼニしたくないんだけど、やっぱね、ゼニ大事なんですよ。悲しいけど。おまんま食ってかないとね。でも恵まれてるよ。配信で食ってけてるんだもん。最高の人生だよ。好きなことやってこんだけさ、多くの人に見てもらえて、俺生きててよかったよ。配信に出会ってよかった。このサイトに、本当によかった。なんかエセアカがきっかけなんだけど、俺がこのサイトに来たのは。エセアカのおかげなんだよ。そう、あのね、俺がアマゾンギフト券を大量にもらって、で、リスナーさんに聞いたの。これ、ちょっと現金足りないから現金貸していい？って言って。で、リスナーさんがいいよって言ってくれたの。それでこのバッグ買ったんだけど、このバッグを現金で買うためにもらった甘ギフをその現金化しようって考えてた時に、モンタンとどうしようって、金券ショップ行っても売れなかったんだよ甘ギフで。どうしようってなった時に、甘ギフって言ったらエセアカだよねってモンタンが言って、エセアカどこの配信サイトでやってんだろうってなって、ふわっちでやってるよって言うから、じゃあふわっち見に行こうって言ったら、たまたまその時エセアカがふわっちやってて、で、エセアカが、その、天岐阜の換金の仕方を教えてくれたんだよ、俺に。そう。で、あれ、なんかこのサイト、結構なんか面白そうだな、つって、のんたんと話してたるときに、試しにやってみようか、遊びでってなったの。じゃあ遊びでやってみようってなったら、なんと閲覧200超えたんですよ。俺もその時ニコ生引退してて、キャスやってたんだけど、キャスではアクティブ50行くか行かないかだったの。で、俺は正直金を稼ぎに来たんじゃなくて、えってなったのよ。キャスで全然人気出なかったのに、ふわっちに来たらアクティブ200かよって。そう、4倍のアクティブだったのよ。だったら別に金儲けとかじゃなくて、本当に金儲けとかじゃなくて、このサイトでやってた方が伸びるじゃんってなったの、自分の中で。で、ふわっちで完全にやるわって言ったら、10日間でいくらもらったかっていうと、10日間で3万円も稼げたのよ。えってなって、ちょっと待って、稼げるのってなって、本当に。その実感がなかったから。で、え、このサイト神サイトじゃんってなって。普通に小好きとかじゃなくて、くれくれとか言わないで、バンバン、その閲覧は多いし、アイテムはもらえるし、何この神サイトってなって、俺はそっからもうずーっとふわっち一本。おい、のぞみさん、ワード2。金バイとディープキスは気持ちよかった。金バイさんのね、キスはね、超気持ちよかった。金バイさんのキスはね、キスは良かったよ。うん、金バイさんキスめっちゃうまいよ。テクニシャンだ。金梅さんにメール送った時かっこよかったな。なんか盛り上げるためになんかやった方がいいですか、台本組んだ方がいいですかって聞いたら、ワード君、息の長い配信者になりたかったら台本なんていらねえよ、俺が神回の作り方教えてやるからどんと来いってメールが返ってきた時、金梅さんかっけーってなったよね。俺には台本いらない、配信者として息長くやりたかったら何でも俺に仕掛けてこい。かっこいいね。マジかっこよかったね。濡れるよね、濡れるわ。
脳汁出たよ、脳汁。天城府ってどうやって換金するんですか？ほんとね、天城府のオークションサイトみたいなのが一番俺は、よかった。天城府オークションにかけるサイトがあるんですよ。それが今、その、アシタカに教わったやつなんだけど、それがすごい良かったね。花火いただいたので、花火の発数変えます。花火の発数はこっちです。これが正解です。あと553発頑張ります。ありがとうございます。ここは5割 FC… え、ここは5割、 FC2 は7割。え、 FC2 も5割だったよ、俺が知ってる FC2 は5割。ああ、そう、半々だから。 FC2 と変わらない仕組みで、しかもね、現金化するのに2ヶ月かかるんですよ。そうそう、甘天だね。甘天、甘天。だから売れないと、そのクイックに換金はできない。FC2 7割に変わったのかな？しかもね、なんか FC2 はね、手数料が高いんだよ。だから実質、ふわっちの方が、いい。そう。俺 FC2 も配信結構長くやってるから。サイトの走りは FC2 なんだよね、実は。ただ FC2 はね、なんつうんだろう、ちょっと良くないのが、やっぱスマホの対応性が良くなかったのと、ニコ生が嫌いな人の集まりになってたから、伸びしろが少なかったんだよね。で、永井先生のリスナーは取れないじゃん、正直。あそこはガッチガチだから。ヒカルくんすげえよな。永井先生が顔出して絡んだんだもんな。奇跡だよな。本当にすごいと思うよ。永井先生が絡んだっていうの。伝説だよね。マジで持ってるよな、ヒカルくん。今 90% の課金率。へえ。俺、あれだよ、マイページに、稼いだが公開してるよ。全部公開してる。先月は、17万かな、ただね、覚えておいてもらいたいのが、17万もらったんだけど、延長するのにお金かかるって知ってた？放送無料で延長できるんじゃないんだよ、ふわっちって。俺1回の延長に50円払ってるのね。だから、そのアイテム、その仮想配信者って延長できないのはそれなんだよ。だからちょっとこの放送長く見たいなと思ったら、花火一発すごい助かるんだよ。1回50円かかるから。だからね、乾燥するのに350円かかるのね。俺はそこは投資だなと思ってるから、バンバン延長仕掛けてるけど、実はお金払ってる人のおかげなんだよ。支援がないと、長い時間放送もできないんだよ。で、C2 全然雑談もできるよ。ただね、やっぱアダルトサイトが、そうそう、アダルトのイメージが多いから、こういうね、キャスみたいな、若者向けの、クリーンなサイト設計っていうのかな。要は、ビジュアルイメージっていう、キャスを元に作ってるじゃん、明らかに。ふわっちって参考にしてるサイトがキャスだから。だからね、キャスと FC2 のいいとこ取りをしたサイトなんだよ、ふわっちって。賢いと思うよ、ここの経営者。今携帯鳴ったよな。携帯どこだ。
今携帯ブーって言ったよね。あ、ふわっちの配信、FC2 の配信者がふわっちにだいぶ流れてきてるよね。あとはキャスのリスナーをどんだけ獲得するかだと思うけど、今入り乱れてるもんね。ニコ生リスナー、ふわっちリスナー、 FC2 リスナーって、キャスリスナーが若干少なめだけど、キャスのリスナーが流れてきたらもうこのサイトはやばいよ。やばいサイトになるよ。寝てないね。うん。ぬこいらっしゃい。配信で生活本当にできるようになったのは俺はふわっち来てからだから半年前ぐらい、うん、それまではマックス10万いかないぐらい、7万とか3万とか6万とか、プロを名乗り始めたのは俺はふわっち来てからだね。俺はプロの条件っていうのはご飯が食えるようになったら弱小でもプロっていうのが俺の定義だったの。要は15万稼げたらプロで、15万以上稼げるようになったのがふわっち来てから。それはプロ名乗っていいなと思って、どんなに少なくても生活ができてたらさ。貧乏かもしれないけどプロはプロじゃん。例えばさ、みんなさ音楽だけで15万稼いでるっていう人いたらプロじゃんって思うな。ボクシングだけで月15万稼いでるって言ったらプロだってなるでしょ。俺は基準は15万だね。いやー、綱渡りどころじゃないよ。本当に一握りなんだよ。みんなはさ、大手が当たり前に大手ばっかり見るから、それがね、普通だと思ってるけど、仮想配信者ってどれだけいるか。トップ50人、トップ100人ぐらいでしょ？トップ50人ぐらいだろうね、多分。名前が上がるのって。そう、トップ50人に入るのにどれだけ大変か。おはよう、ミルチンさん。それまでは6万ぐらい。うん、生活保護だったの、俺は。もともと。今は生活保護じゃないんだけど、生活保護とアルバイトだったのよ。働きながら生活保護を受けてて。そうそうそう。1ヶ月の生活費稼いでプロだから、まあ15万あったら貧乏暮らしはできると思うよ、東京でも。東京の生活保護費が13万なんだから。13万あったら生きていけるっていう、この国が保障してるわけだ。そういうもんだと思うよ。捨ての時って何？捨てって何？捨てってなんだろう。何捨てって。これはだから生活できる基準っていう金額は俺は15万に設定した。生活保護以上。人によってプロの定義は違うから、別にそこは異論は挟まないけど、うん、スティッカムなんてやったことないよ俺、うん、スティッカムなんてやったことないよ。だって俺配信始めてどれくらいだろう。3年と8ヶ月ぐらいだから、うん、3年と8ヶ月だもん。ニコ生からキャリアがスタートしてんのよ。そんな古い配信者じゃないよ俺。スティッカーもやったことない。
キャリアはだからそんなに古くないんだよね。借金とかなかったの？いや、特にない。だから生活保護は借金できないから。ただ極貧生活だよ。俺が月収25万を自慢してるけど、空き缶拾いだけで動画稼いでらっしゃい。アセイさん40万だよ、ちなみに。アセイさん1日2万ぐらい稼ぐから。全然桁が違うよ。浅井さんの方が稼いでるよ。 FC2 だね。うん、 FC2 は FC2 は、うん、どうだろう、1ヶ月2万いかないぐらいだと思うよ。水かけた動画なかった。あー、なかったか。生活保護は家賃も出るし、医療費もただだから、今の生活苦しくないですか？苦しいよ、全然。ただ苦しいけど、自分で選んだ道だからさ。ゆついらっしゃい。自分で好き勝手やってる生き方してんのにさ、苦しいもクソもないでしょ。好きなことやってんだから。それ苦しくて当たり前だと思ってる。スターで何してる？あ、あのね、領収書の整理ですね。旅配信に行くんで、ちょっと書類を整理しないといけなくて。配信始めたきっかけは、うなちゃんマンの情熱大陸見てからだね。こうやって領収書を貼ってますね。あの、確定申告の時に証拠がないとダメでしょ。だから領収書をバーってこうやって貼ってるんです。領収書整理でございます。うなちゃんマンの動画を見て、で、なんか配信で飯食ってるって言ってて、と思って。何その生き方、クソかっけえと思って。で、その、俺もそんな生活やってみたいと思ったんだよね。好きな、喋るの好きだったから、喋って生活できるんだと思って。ネットで何かやろうと思ってたんだけど、YouTube はもう YouTuber が生まれるもう何年も前から俺 YouTube で顔出しやってたから、もうあれはやりたくないなと思って。元祖 YouTuber だよ俺。元祖 YouTuber だった。誰も顔出し配信なんかやってなかったよ。だからね、 YouTube やってたら今頃人生違ってたかもね、続けてたら。そんな面白いよね。今日は配信で食っていきたいな。自分がサラリーマンできる性格だと思わなかったから、そこには才能ねえなっていうのが俺の考えで。で、肩身じゃない生き方するんだったら、まあいろいろ考えないとなっていうの。要は普通のまともな人ができる仕事を俺はできないのよ。肩ぎな生き方ができないの。だったらそれなりに自分で考えて動かないとっていうのが理由よ。で、それのツールが俺は配信だと。ネットタレントですね。あの時の選択は間違いじゃなかったと思うよ。自分を信じてよかったなと思ってる。あ、ありがとうございます。使われるのは向いてないし、使うのも向いてない。実はあの従業員いる仕事は向いてないと思ってて、個人でピンでやるのはね、月100万ぐらいとかいくんですよ、うん、だけどその要はね、自分は動けるんだけど、自分と同じ動きを人にさせるのが苦手なの。だから限界のかからない商売で、で自分自身をセルフブランディングして、自分が何やっても食っていけるっていうのが理想形だなと思ってたの。例えば本書いたら、1万部ぐらい売れるとか。今1万部ね売れたら本書かせてもらえるから、
あ、テレビにも出る、ラジオにも出る、 T シャツグッズ販売したら売れる、メルマガ始めたら売れるとか、もう何やってもその売れるのはセルフブランディングしかないと思って、それそのきっかけとなるツール、要はフォロワーを集めるツールを探してた。ああ、足並み揃えるのなんか全然ダメだよ。うん、釈放後の生活の告白ツイート、まああったっけ。いやー、だって失うもんなかったもんだって、うん、逮捕されてもう生きていくことができなくて、でもうその失うものは何もないけど、同時に希望も見出せなかったの、生きていく上で、うん、この世界に何の希望も持てなかったから、うん、じゃあ耳の裏がね、油が出たの。ヒンコさんいらっしゃい、おっさんだから。うん、だから俺はもう本当にこの世界で生きていけないんだっていうか、社会に俺の居場所はないと思ってたから、だから俺はそのインターネットに救われた人間だから、ここに骨うずめたいっていうか、やっとできた居場所なんだよね。あの綺麗なかっこつけた言い方になっちゃうけど、普通の人にはさ、職場の仲間とかさ、家族とか恋人とかがいるかもしれないけど、俺は収入も人間関係も恋人も全て俺は配信で掴んだ人間だな。だから俺にとってここがどういう場所かって言ったら、俺のアイデンティティそのものなんだよ。うん、あ、ありがとうインコさん、風船ありがとう。俺もやってみたい。何を、今まで借金したこと全然あるよ、バカありがとう、ありがとう、みんなのそのアイテムの積み重ねが俺の生活を支えてる、新しいフォロワーさん、なんとかそらさんありがとう、花子さんありがとう、トカゲのおっさんフォローありがとう。配信業やってみたいかどうかじゃなくて、できるかできないかなんてどうでもいいんだよ。男はやるかやらないかなんだよ。河本ひろとがこう言ってんだよ、契約が決まったから F1 レーサーになれるわけじゃないと、あのレースに出たから F1 レーサーになれるわけじゃないんだって。子供の頃俺はレーサーだって思った瞬間に、そいつは未来のレーサーなんだって。だから未来って自分で切り開くもんなんだよ。俺はこうなるって決めてないとそうならない。俺はレーサーだ、俺はプロ歌手だ、俺はアーティストだって決めた瞬間になるんだよ。要は未来に約束すんの。バタフライテールおはよう、ハートありがとう。だからなりたいとかなれるかなとか、できるかできないかなんかどうでもいい。俺は配信始めた時、俺はこれで飯食っていくとか大手になるって言った時、バカにされたんだよ。無理だ、何百人に無理って言われたの。世界中の誰が俺のことを否定しても、たった一人の人間だけ、世界中にいるたった一人の人間だけは俺のことを信じてくれたの。お前ならできるよって言ってくれたやつがたった一人だけいるの。その一人しかいない。うん、配信で食えるって言った時みんなが無理だっつった。たった一人だけ俺のことを信じてくれたやつがいた。お前なら絶対できるよって、お前はお前の思った通りになるよ。だから安心してやれって、その人の言葉がなかったら俺は達成できなかった。誰ですか？俺だよ、俺は俺のこと裏切らなかった。俺
は確証がない俺のことを信じてた、うん、そしたら周りがだんだん応援してくれるようになった、うん、だから普通の人は最初親とかと戦うんだよ、学校の先生とかと、自分しかいないよ。最初は自分からだよ。自分のこと信じれないやつは周りの人に信じてもらえるわけないよ、うん、配信で恋人も失ったし、家族も友達も何もかも失ったけど、逆に俺は全部手に入れたよ。配信は全部俺に恩返ししてくれた。だから俺は配信をやめない。配信とつながりがあるから。そうだよ、石川のリーグさんですら空気売ってた時代があるんだから、俺を信じて空気買ってくれって言ってたんだよ。俺は絶対うまくいくから頼むって、今苦しいから空気買ってくれよって、俺の空気を買ってくれよって。その時代知らない人もいるかもしれない。鹿の竜では空気を売ってたんだよ。いや、自分に自信持ってないと言えない言葉だよね、俺を信じてくれって。俺は絶対やるから、食えない間支えてくれ、見返りはない。その代わり夢を見せるからって。すごいと思うよ、それができるかだよ。はい、ワドツ。だけど何かを日本気で打ち込んでいくと見える世界みたいなものがあって、当たり前のことなんか一つもないんだなっていうことが気づきかな。世の中にある当たり前なものってあるじゃん、そんなものは存在しないんだよね。誰かがやってることなんだよ。誰かが努力したり誰かが働いてやってることなんだっていう気づきがすごいあるかな。空気、いやいや、要はそう、ビニール袋に空気って言うんだけど、要は価値のないもの、俺の空気吸ってくれって言って、要は形のないもの売ってたんだよ。要は振り込めってことなんだけど、振り込めって言うと小突きって言われるから、俺は空気売るわっつって、そういうものって意味じゃなくて、要は空気吸ってる、その空気俺から買ってくんないって。すごい発想力だよね。空気売るっていう発想力もすごいし、かっこいい。石川紀之らしいよね。だけど彼は有言実行したでしょ。諦めなかった。お手洗い行ってきます。
寒いな。朝方はちょっと冷えるね。なんか光が強いなと。なんだこんな光強いんだ。どうしようかな。いやまあ今日はね、あの高架機動隊高架機動隊を撃つ日なんで、あの支援があったら高架機動隊撃とうかなあ、でもオス番長3撃ちたいけどね、本音を言うとね、撃ってみたいですけどね、金がないです。もう着きました、僕は。お金が底をついたので、オス番長3を打たせてくれるリスナーさんを待ってます。オス番3配信を、ね、5万円支援がボンって入ったら僕はぶん回しますよ高架機動隊もう嫌だよね、あれトラウマだよね、うん、5万支援入ったらオス番3行きます。あ、でもそこまでリスク取らないでしょ、リスナーさんも。本当にスロットライターみたいになってきてる。ゴスロで入ってた。へえ。いや、ゴスロでもね、ちょっとね、スロット配信は、スロット配信の支援があった時だけっていう、あの、縛りを設けますね。きついもんだって、あれ。正直きついもん。5万円支援するんだったら自分で打つわな自分で打つわな。金持ちの人だったらさ、あのお金に超余裕があって、まあ見せてくれよっていう人だったらいるかもしれないけどね、男気支援があるかもしれないけど、なかなかそうはいかないですよ。いや、もう4月だな。領収書整理めんどくさくなってきたな。今日やめようかな。めんどくせえな、これ量が多すぎる。量がめちゃめちゃ多いな。
なクソ台誰が打つんだと。本当に俺ぐらいしか打たないでしょ、安定の高角機動隊だけ。募集してみる。じゃあスロット配信見たいのは見たいの、みんなどうなの、見たいのは見たいの、試しに募集してみる。そのタイトルに書いて支援があったらスロ配信しますみたいなやってみる。スロ配信見たくなければ別にそれやる必要もないかなと思ってるんだけど、見たいか見たくないかで言ったらどっちなの。うわ日付が見えねえ、日付見えねえ、なんだこれ焼けてるじゃん。どう、スロ配信の資金募集する。いってらっしゃい、ありがとう、バタフライテールいつもありがとね、いってら、頑張ってね。おはよう、たかやん、おはよう。おはようございます。緊張してますか？何が？おはよう。
なんで緊張すんの？どういうこと？何を緊張するの？眠い。フワッチやってるよ。結構前からやってるよ。もう1ヶ月ぐらい経つんじゃないの。知らなかったんだ。変わってないよ、石野は。全くブレてないよ。そうだよ、あのアイテムしないとコメント読まないからずっと無言だね。2週間ぐらいずっと無言貫いたかな、あいつすごいよな。アイテムしない人はコメント読まないんだって。まあ FC2 から変わってないスタイルだよね。貫いてるよ。あそこまで自分貫けるってすごいと思うよ俺。とことんでしょ。全く変わってないかな。すげえよな。俺にはできねえよ。俺あいつのそういうところすげえ好きだもん。変わらないっていう。全く変わらない感だ。パンクだよね。まあそうだね、らしくないよね。まあ見る気はしないよね。ずっと無言だから、うん、本当にずっと無言だから何回か見たけど、あ、これ無理だわ俺にはと思って。やっぱ喋ってる石野のなんか石野らしさみたいなのが好きだから俺は。で、無言貫かれちゃうときついもんがあるよね、うん、いくら好きでも見れねえよ。そっとじだよな。惜しいのにね。すごい面白い配信者なのにね。もったいないよな。俺ほんと石野は才能あると思うよ。まあ、戻ってきてくれて嬉しいけどね、正直ね。だけどまあね、もう絡むことはもうないと思うから。元気でいて、元気な顔見れてよかったよ。
旅いくら持ってく？全財産。財産さんいくら？あのさ、なんで俺が全財産をさ、リスナーさんに教えないといけないの？おかしいでしょ。さらっと聞いたけど、ねえ、なんで俺がさ、リスナーさんにさ、全財産を教えないといけないの？言うわけねえじゃん。何さらっとえげつねえこと聞いてんだよ。教えねえよ、全財産なんて。アホだろ、ほんと。うん、言うわけないじゃん。なんで言わなきゃいけないんだよ。うん、お想像にお任せするよ、そこは。さらっと聞いてきたからな。俺でも来るぜ、なんか、あの、金貸してくださいとか、DM で。今、こうこうこうでこうで、こう困ってます。お金貸してくださいみたいな。そんな裕福な生活してないからさ、聞きたくても聞けなかった。いや、聞かないでしょ普通。すげえコメントだなと思ったよ。聞くかっていう。俺さ、ビジネスやってて本当ありえない質問だなって思うのが、あの、初めまして、いくら稼いでますかって聞くやついるんだよ本当に、世の中に。超すげえなこいつみたいな。そのさ、なんて失礼な質問をさ、なんでこんなこと聞けるんだろうと思わない？いくら稼いでますってビジネスマンとして絶対言わないでしょ。程度低いなと思ってたもん。返信したよ、うん、で、やっぱり何人かにそのメール送ってみたんですけど、返信あったのはすごい嬉しかったですって、みんなシカトするんですって言ってた。だから初絡みなのに、すいませんいきなり DM 送っちゃってって言われて、それはシカトされるだろうなとは思ったけど、その後なんか配信のダメ出しされたね。カラオケ配信はつまらなかったですって。余計なこと言ってくんなこいつと思って。ゲスだよね本当。どんな親に育てられたんだろうとか、社会人としてマナー全然できてないな。ネットワークビジネスやってた時にね、ほんと引いたもん。いくら稼いでるんですかって聞くやついっぱいいるんだよ。こいつ社会人としてダメだなってほんと思うもん。あー、 FX でも言われるでしょ、いくら稼いでる。あの、それ聞くバカいないよ社会に出て。うん、まずそいつの程度が知れるじゃん。俺絶対聞かないもんそんな質問。それをそう見切るのが経営者の能力だ。あ、この人いくらぐらい稼いでそうだなっていうのをさ、見極めるんだよ。よく聞けるよなと思って。いるんだよ本当に。いくら稼いでるんですかとか、苦笑いだよ。若い子だったら軽く説教するよね。それあんまり聞かない方がいいよって、うん、なんでですか、なんでですかって分かんないのかな。
そうそうそう、意識高いケーキ取ってるんだよ。バカだよね、本当に。絶対に聞かないからね。まあ、仕事内容とかは全然聞くけど、どんなお仕事されてるんですかとか、どんな授業されてるんですかっていうのは全然聞くけど、それはまあ普通だからあれだけど、いくら稼いでるんですかを初っ端に聞いてくるやつは面食らう、マジで。はい、わたつ、ひろくんおはよう、しゅんおはよう。給料聞くのも失礼。そうだよ。だってさ、名刺交換して、じゃあビジネスの話しましょうっていう、ちなみにお給料いくらですかって聞かないでしょ。社会人として絶対ないじゃん。いくら、御社の給料いくらですか。バカじゃないのって。そんな取引止まるわ。普通にクレーム行くレベルだよ。うん。あそこの会社と付き合うなっていうレベルでしょ。うん。自分の稼ぎを自慢する前提の質問？うん。いや、だからその質問自体ありえなくない？うん。いくら稼いでるんですかって。ああ、自分の稼ぎを自慢する。もう、それ、もうビジネスマンじゃないよ。それビジネスマンじゃないよ。自分の稼ぎを人に話さないと成り立たないビジネスモデルなんだって、それって。でしょ？それってビジネスじゃないじゃん。そうそう、収入聞いたらじゃあ態度変えるのって話だ。そういう話だよね。お前俺の収入聞いて態度変えんのかって話でしょ。うん、いるんだよ、若い子とかなんか変なやつに。俺、お前の収入興味ないんだけど。うん。まあでも、それ聞くやつに限ってやっぱダメだったね。結果ダメだったよ、やっぱり。本当のこと言わないけどな。いや、本当のことを言わないっていうか、俺は結構その、たまに本当に稼いだ額言ってたことあんの、正直に。いや、月40万ぐらいだよって、不労所得で。そのルームシェアでこれくらいで、そのネットワークビジネスでこれくらい稼いでるよって言うのよ。どんなリアクションするのか。その時、へえ、すごいですねって言うの。だけど、俺はそいつにネットワークの話とか一切しなかった。もうこいつ組んだら負けだと思ったから。こいつがダウンラインに行ったら、俺もう、だってそいつのクレーム全部拾うわけじゃん。収入いくらですかって聞いちゃうやつをクライアントに抱えるわけだから、あ、こいつは営業はできないわ、と思って、頑張ってねって言って帰ったよ。うん。うん。なんか、いい話あるといいね。頑張ってねって。じゃ。無理だよ、本当に。誰と組むかだからね、ビジネスは。その次に儲け方を教えてくださいとか、ぶん殴りだから。あのさ、そうなんだよ。もうね。もう愚の骨頂で、儲け方を教えるなんてありえないんだよ、世の中。みんなそれで必死になって考えてんの。だから、たまに、そう、配信でも言われるんだけど、配信で儲ける方法を教えてくださいって言うんだけど、そんなの俺が一番知りたいから。そんなの俺が一番知りたいし、それ毎日俺考えてんの。お前、ただで教えると思う？って。俺が毎日毎日悩んで考えて、時間かけて今があるんだよ。それをお前に教えると思う？って。で、君は教えたところでそれできると思うかって言ったら、俺思わないもん。うん。だからね、人に物を教えるのはね、俺金取った方が絶対いいと思うよ。時間の無駄になるから。そんなパッとうまく稼げるんだったらみんなやってるよ。で、ぶっちゃけた話、俺のやり方じゃないんだよ。その、かわいい子は稼いじゃうんだよ。うん、喋り上手い人は稼いじゃうんだよ。だから人に教わって何かがうまくいくっていうのは間違いなんだよ。学ぶは真似ぶだから。答えは自分で作るものなの。人からもらうものじゃない。そう。ねえ。虎の巻なんてない。
ああ、秘伝書みたいなものはないっていう言葉なのかな、虎の巻。ないよ。みんな必死になって努力してんだよ。だから俺は稼ぎ方を教えてくださいっていうのはね、人の年収聞いたりするのは嫌だよ、本当に。自分は絶対やらないって本当思うよね。ギョッとするよね。でも経営者やってるとそういう質問多いでしょ。みんなも聞かれるでしょ、若い子とか。なんか失礼なやつに聞かれない？経営者の人だったら俺の話わかるって思うはずなんだよね。いくら稼いでるんすか、あるでしょ。うん、詐欺師の質問みたい。どういうこと？多分ね、経営者あるあるなんだよこれ。すごいっすね、話して損だよ。俺のね、いくらか聞いて俺の給料倍にしてくれんだったらね、全然話すけどね。絶対そんなことないからね、うん、配信業でも聞かれるからな。配信で飯食ってます、いくら稼いでんすか。あ、本当に興味あるのかなって、本当に興味あって言ってんのかな。石野くんやってるよ、知ってるよ。もう1ヶ月以上前からやってるよ。知ってる知ってる。もう初日から俺は張ってるから。お、来た。スーパールーキー来た。石野だけじゃないよ、もういろんなやつやってるよ。あ、こいつも戻ってきた、あいつも戻ってきただよ。すごいよ。だって西岡やってんの知ってる、ふわっち。西岡農民やってるんだよ。すごいと思ったよ俺、西岡農民も来たんだと思って。やってたでしょ、俺びっくりしたもん。だから儲かると分かったら鍵つけてくるんだよ。センスのないやつほど後発組だから。スピードはね、その配信の嗅ぎ分ける能力で、こんだけ有名になってから要は乗っかってくるやつっていうのは本当にセンスがないやつだ、マジ。石野は逸材だよ。俺は若手で柏木と石野だけだよ、こいつ追っかないと思う。配信者としてこいつのスペック追っかないと思うやつ。あす。もう面白いな。伏線投げたの。いや、石野に投げるんだったら正直俺に投げてほしいけどね。石野よりは仕事してると思うぜ、配信したとし。おはよう、ルリピアさんいらっしゃい。ゆうこさんいらっしゃい、おはよう。寝落ちっていうか、まあ普通に寝る時間だったからね。もう7時か。見てたんだ。
なんか言った？今寝言言ったの？寝言かよ、でっけえ寝言だな、びっくりした。でっけえ寝言だな。石乗って歯車が噛み合えば化けるの。あいつ化け物だよ。 FC2 で閲覧700とかだったんだよ。めちゃめちゃ面白かったよ。超新星だったんだもん。あんなに面白い配信者いなかったよね。俺との絡みで一番面白かった配信者だもん。あの化け物みたいに面白いよ。タバコ一本くださいよ。面白えよ。これを今のセリフを分かってる人は、あの今のセリフで分かった人はもうね、あの生粋の和道リスナーだよ。彼女いるよ、うん、さっきのセフレ？いや彼女。部屋に入れ、え、ガンジャ決めさせたいな、え、ガンジャ決めさせたら何言うかわからん。ガンジャ大好きだよ、石野。何言ってんの。ガンジャがいかにいいかっていう話配信でやってたから。ガンジャ大好きだよ、石野。もうずっとガンジャ吸いたいって言ってたもん。大好物。部屋に入れなかったとき、あー懐かしいね。てかタバコ一本くださいよは、あのスタバに行ったときだね。スタバの歩き配信のときにタバコをくれくれって深夜中にブロックされた。え、何やったの？アンチコメント書いたんじゃん。そう、和道さん、タバコ一本くださいよって。臭くないよ、別に。横山みどりさんのことどう思いますか？いや、普通にかっこいいし、レジェンドだと思うけど。ダメ、あの、タバコと、あの、エメマン、エメマン大好きなんでしょ。いやいや、番号ここに書いたらまずい。俺電話、あの、さっきも言ったけど、電話番号持ってないから、ゆいこさん。ゆいこさん、あの、LINE やってないですか？ LINE。うん。俺電話持ってないですよ。電話使わないっすよ。 LINE しかやってないっすよ。リスナーさんと連絡取る人が LINE。 一緒に初めて会いに行った時の配信、和道の人に肉褒め打ってた。うわー、あの人があれなんだ、伏線なんだ。懐かしいね。ってことは石野から見始めたってこと？俺の放送石のきっかけってこと？肉って打たれてたな。懐かしいね。ああ、歩みの頃だ。結構古いリスナーさんいっぱいいるかな。思い出が詰まってるよね。あ、いや、石野にだって今部屋あるもん。
まさきさんが用意してくれてるでしょ。いや別に旅行ってる間石野住んでもいいなと思ったけど、彼女とどれくらいだろう。のんたん、付き合ってからどれくらい？半年くらい。何日とか覚えてる？記念日的な。わかんない。わかんない。オッケー、俺もわかんなかったからよかった、うん、記念日なのにとか言われてもはぁってなるタイプだからよかったよかった。記念日はエブリデイだわって答える旅どこ行くの？日本全国行くよ。リアトツ1万人の旅だから日本全国全都道府県もある。よいこさん、のんたん47に見えなかったでしょ。俺が騙されたの分かったでしょ。よいこさん若いでしょ。のんたん、よいこさん昨日のんたんに会ってるんだけどびっくりするでしょ。しばらく、うん、捨て頃の時は帰ってくるけど、うん、いやマジで47だよ。いやびっくりするレベルだよね本当。俺今まで知ってるその47歳の中でのんたんは一番びっくりするレベルだよ。47であの蹴りだ本当にそうだよね。47でこんな俊敏なんだよね。え、フグちゃんって47なの？俺フグちゃんもっと若いと思ってたんだけど。え、フグちゃんって35ぐらいだと思ったんだけど47なの？フグちゃんもすげえな。そんな年いってんの？フグちゃんマジかよ。それもびっくりだわ。言ってるんだね。フグちゃん若いね。若っ、フグちゃん。俺30代だと思ってたわ。35ぐらいだと思ってた。すげえな、フグちゃん、うん、おはよう桜子。なんかサムネがかっこよくなってるな。おはよう。疲れが出てきた。
メルカリで荒稼ぎして生活します。先月は月収8000円収入、利益が8000円ってこと？成功者だよ成功者だよ成功者。主婦だったらいいけどね。主婦のお小遣いだったらいいけどね。メルカリって儲かるんだね。成功者でしょ。成功者。のんちゃんあれだよね、ショートスリープで寝たり起きたり繰り返すよね、うん、昔から。結構そうかもしれない。なんか4時間ぐらい寝て起きる、4時間寝て起きるって感じだよね。あ、そうそうそう、うん、ほら俺寝たら起きないじゃん、うん、最近仕事ないからぐっすり寝てるもんね。だから俺本当本当にこれ俺そうなんだけど、24時間起きて12時間寝るのが超体に合ってんだよ。すごい。だからほらスロット配信とかも寝ないで前の日から24時間やってるじゃん、うん、そういう生活がすごい。ジャックハンマーみたいなやつなんだよ俺。思いっきり寝て思いっきり起きてるっていうサイクルがおかしいんだよね。だからね、自営業の方がやりやすいんだよ。うん、ガーって働いて、ガーって寝るっていう。結局自分に合った生活スタイルじゃないっつうか、ね、そうなんだよね。そこを突き詰めていくしかないんだよね、自分の人生って。自分の体とか気象みたいなものをよく理解してその突き詰めていくみたいな、うん、まあ資金繰りはどの世界も大変でしょ。資金繰りは大変だよ。
新しい配信者増えてるな。朝方なのにいっぱいいるな。マッチバブルだね。20時間起きて10時間寝る感じ。ああそうなんだ。俺に似てるわ。そういうなんかロングスリープロング活動みたいなすごい体に合ってる。ずーっとガーって稼いでガーって寝るみたいな、うん、スロットの資金繰り配信します。一旦枠切ります。お疲れ様です。スロットの資金繰り配信しますスロットの配信の資金繰りをする配信をします。お疲れ様です。おつー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう